はい、こんにちは。日本海格闘靴沢です。クロウレイ様、ドンコウ様、ナナナ様、サマー様、水戸のケンケン様、ナナコ様、エイキチカッコ X 様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく調度して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。メール等員限定新年会、ご応募方法はメールをご確認ください。 NHK 未契約割増金を払ってしまった方を探しております。ご連絡ください。靴沢良治@gmail.com であります。外国人労働者数が初めて200万人突破。全部の労働者数ってどのぐらいいるんだかわかんないですけど、8000万人とかぐらいですかね。労働者人口そんなにいないか。1億2300万人ぐらいの中で、やっぱりあの学生さんとか未成年とか、あと高齢者、引退された方、なんか含めない労働者人口ってどのぐらいいるんだろう。その中で200万人突破しちゃったそうであります。多い順にベトナム人 25%、中国人 19%、 フィリピン人 11% ぐらい、とのこと。世論です。売国移民党、過疎圏は外国人に乗っ取られる未来。わしらの村の村長さんは外国人。実質賃金は減る一方、外国人は急増と。で、そのうち何割がいつの間にかいなくなってんの。これは実習生の話ですかね。企業はとにかく安い奴隷が欲しいから。武見厚労大臣がですね、生産年齢人口が減る中で外国人労働者の確保は重要って言ったみたいなんですよ。で、環境を整えていくとも言ったらしい。ということはよ、自民党はですね、人口減を外国人で補充する気なんだな。少子化対策や人口維持、あるいは人口を増やすっていうのを諦めたんだな。そのくせですね、その諦めたことを隠してですね、少子化対策の財源のために保険料上げますって言ってんだからね。増税できれば嘘でも隠蔽でも何でもいいのかなーって。本格的にですね、外国人の労働力を活用とするならば、シンガポールやドバイみたくですね、妊娠したら強制送還であるとかですね、現地人と結婚できませんぐらい厳しくやらないとたちまち乗っ取られますよ。いい人ぶりたい一心でですね、やってる自民党にこれができんのかな、こういう厳しい態度示せんのかな。できなければですね、日本が日本人の国じゃなくなりますよ。自民以外の党もですね、国家感がひどいっていうかないんで、それが悲劇ですよね。嘘を吹き込むテレビを見る人が減りまくってね、有権者の質が上がるのを待つしかないのかな。ネットでギャーギャー言い続けるしかないのかな。テレビと違ってネットのいいところはですね、バカで間違った主張や嘘は埋もれていくっていうところですかね。テレビだとですね、嘘でもバカな主張でもある程度の数を騙せてしまうのが厄介なんですよ。例えばなんで自衛隊の活動を妨害したら戦争を避けられるんだ、どう考えてもおかしいじゃねえかよって、したら交番の数減らせば犯罪が減るって言ってるようなもんですよね。そういう嘘にも騙されるバカが一定数出てしまうんだな。ネットだとね、それボコボコに叩かれて埋もれていってですね、いつかは見られなくなっていくんですけれども、認知症施策推進本部の初会合開催。岸田総理、共生社会の実現に向け政府一丸となって取り組みを進めてほしいと述べたと。相変わらず中身と具体性がないやっちゃなー。認知症施策推進本部初会合ってことは、岸田の一言で立ち上げたなんかあれなんでしょうかね。ちなみにですね、施策っていう単語、3分の1がの方が施策って呼んでるらしいです。正しくは施策なんですけど、特にね、役所の人で施策って読むと多いっていうの。それが3分の1もいてですね、もはや施策は間違いだよって言える感じ、どっちも正しいでいいじゃねえのっていう感じになってるみたいであります。世論です。安楽死を合法化してくれ。お前が認知症だろうが、岸田のことから。
国会議員は高齢者多いもんな。アメリカの高い認知症予防薬を買わされるんだろう。お高い薬のあれね。困ってる人みんな助けてたら国が滅びる。思いつきで何かぶち上げて毎回炎上する岸だと。認知症対策ってなんか有効な対策あるんだろうか。アメリカが開発したというですね、ちょっとだけ認知症の予防に効果がある、あるいは認知症の進行を遅らせることができるというですね、やったら高い薬、つい最近発表になってましたけど、それ買わされる算段なんですかね。自分が自分で亡くなるっていうのが恐怖なんで、私認知症非常に恐れておるんですけれども、そうなったら私認知症になったら楽死してほしいなって思ってるんですけど、その時はそれの判断もできなくなってるんでしょ。恐ろしいですよね。脳科学者中野信子さん、脳が萎縮した兆候として自分の姿が他人からどう見えるのか分かんなくなる、つまり自分を客観視することができなくなるらしいんですけど、店員さんに怒鳴ってるじいさんとかこれかな、そういう姿がみっともないって思わなくなるっていうかね、私も気をつけないとな。おっさんがですね、まあ若い女性の店員に怒鳴っている姿、普通の人が見たらどう思うかっていうのが分かんなくなってくるっていう、脳みその衰えでしょうね、これね。警察庁、2023年の自殺者数を発表。男性14,854人、108人増えました。女性6,964人、171人減りました。差し引き63人の減少だそうであります。減少したのは2021年以来2年ぶり。経済区での自殺者は460人増加と、全部で22,000人ぐらいなのかな。世論です。減少したのは人口が減ったからでは、男をむしろ増えてんじゃん。相変わらず男女差がすごい。女が増えた時だけ野党やマスゴミが騒ぐ。ダブルスコアじゃん。女は強いな。というよりか男が弱いんだな、これな。男はいくら自殺しても話題に上がらない。転生者が流行るわけだ。安楽死を合法化してくれ、いうようなね。63人減りましたって、それ以上の割合で人口減ってんだから、むしろ率としては増えてるんでは。毎年毎年ね、80万人から100万人ぐらいずつすごいペースで人口減っていくんで、自殺者数もですね、今後は減っていくと思われるんですよね。経済区での自殺の増加が目につきますけど、なるほど、実質賃金20ヶ月連続減少は伊達じゃねえな。あと実質税負担率 47% っていう重い負担とですね、庶民は吸われて弱ってんだから、税金とか社会保険料とか年金とかね、公金中注してる連中がますます許せませんね、これね。日本企業、韓国の裁判で自称徴用工に次々と敗訴。日立造船が裁判所に預けた供託金を勝訴した原告団が没収する許可を裁判所が出しました。なに、韓国の裁判って訴えられた側は供託金出さないといけないの？そうなの？私も河野太郎に訴えられてますけど、そんな話はないな、供託金預けろなんて話は。日本政府、日韓請求権協定に明らかに反し、極めて遺憾。駐日次席大使を呼び出し抗議。だって、日韓請求権協定って日韓基本条約の例のですね、両国間の問題は永久かつ、最終的かつ永久に解決されたでしたっけ？ちょっと忘れちゃったな。間違ってたらコメントで教えてください。自信ないです。世論です。断行しろ。それが日本の国益。手始めに特例廃止ぐらい言ってみてもいいと思うぞ。なんで条約違反なのに制裁しないんだ。何かやらかすたびに殴ってしつけるよ。甘い顔した結果がこれ。まさか遺憾で終わりじゃないよね。供託金押収で、実質現金を奪ったっていうことに他ならないよね、これね。安倍政権はですね、日本企業に損害が出たら、実害が出たら制裁するって明言してたけど、岸田政権は腰砕け、遺憾で終わりが、裏金問題でそれどころじゃねえのかな。通貨スワップを二度とやらないとか、ホワイト国指定を、取り消して再度利地域に戻すとか、
ノービザ来日やめるとか、関税かけとか、あの法銀の信用所発行停止すとか、駐日大使追い出すとか、手段やれることは無限にあんのにね。それやったら少しはですね、こっち側の支持率上がるのに、つくづくあの政治センスないよな。あの我々が喜ぶことわかんないんでしょうね、多分ね。我々ってあのまともな日本人がね、よくこんなんで総理になれたなって呆れるぐらい政治センスがない、条約や協定や合意の概念を理解してない連中は殴ってしつけないとさ、なんかあの殴って殴って殴りまくって血だらけになってもわかんなそうではありますけれどもね。殴ってもわからない。その他のニュース、萩生田光一前政調会長、もらった裏金2728万円のうち使っていない1897万円を清和会に返金すると発表。政治団体清和会は抹消するって聞いてますけど、それ意味あんのかな。一時は総理候補って呼ばれたこともあるのに落ちぶれましたな。清和会に残っちゃった金はどうすんだろう。政治団体、そのね、メンバーで均等に分配して終わりにしましたなんて言ったら、それはそれで問題なんじゃねえのかな、思いますけれども。裏金金額4826万円、5年間でね、だからあの、1年間に1000万近く漏らすんだ。起訴される、池田義孝衆議院議員、秘書に命じてパソコンをドライバーで破壊していた。ドライバーですか。これで一緒ですね。ドライバー池田って呼ばれちゃうね。政治家引退しろも、政治家引退しろも、ドリル小渕、ドリル小渕が平気なのはですね、選挙区で異常に強いから、次の候補にですね3倍ぐらいの差をつけて、当選しちゃうから、やれてる。ドリル小渕も茂木派から脱会を発表。沈む船から逃げるネズミですかね。経団連会長ら180人の訪中が単なる観光旅行、ハニトラを楽しむ旅行と化してました。中国政府にですね、処理水放出で禁輸となってた水産物の禁輸解除、ノービザ復活、中国にノービザで入れるようにする、反スパイでいきなり逮捕の不安を伝えたが、中国政府から明確な回答はなかった。おっさんたち何しに行ったんだよ、思い出作りがってね、河野太郎デジタル大臣、一緒に避難できるよう、マイナカードはタンスじゃなくて財布に入れといてと発言し、なくすな他人に見せるなって言ってなかったっけ、停電で読み取り機が使えなきゃただの邪魔だろなど避難豪豪。この人はあのもう嫌われまくってんで、何言っても避難豪豪モードに突入してますね。コラボ、2と夢の2と無能がデイリースポーツ社を名誉毀損で訴えていた裁判で22万円の支払い命令、請求は220万だったんで、これ買ったのか負けたのか微妙ですね。私もあの河野太郎に220万円請求されてますけど、これってなんかあのパヨ界隈で流行ってる数字なのかな。220万ってさ、ご挨拶みたいなもんでパヨ界隈のね、これ私高いと思いました。河野太郎が220万円私に請求して、だって個人ブログですよ、見る人1000人ぐらいしかいないのに、例えばあのデイリースポーツってね、あのスポーツ新聞とか文春とかだったらあの100万人とかが見るわけじゃん。それで220万請求じゃん。1000人ぐらいしか見ない私の個人ブログ220万請求って、私これすげえ高いなって思うんですけど、皆さんどう思います？私もあの22万円ぐらいの支払いに圧縮してですね、減らしてですね、もしくはですね、あの、ゼロにしたいな。まあ、あの、いくら減らせるか。まあね、あの、中京の犬を、中京の犬って言って、事実で言っても、あの、名誉毀損ってダメって聞きますから、負けちゃうかもしれないんですけれども、河野太郎は公人だが、河野一族の河野弟と河野父は今は一般人とか、言われちゃって、そっちの方であの成立しちゃうかもしれない。事実だけれども、あの名誉毀損ダメって言ってですね。しかし高いよね、あの
スポーツ新聞が220万請求されて名誉毀損で100万人ぐらい読むのにさ、なんぼあの弱小でもさ、1000人とか2000人しか目通さない私のブログが220万って高いよなーって、すごく、思います。不公平やな、脅しのつもりなのかな、あの河野のバカが、バカ河野が、なんてちょっと思いますけれども、メール登院へのご登録は動画説明欄もっと見るをクリックしてもらってですね、そちらからご登録よろしくお願いいたします。確かクレジットカードが必要ですね。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。